はい、どうもふみです。さあ今日はですね、北海道は岩見沢市で行われます、豆フェスに来ております。今回はね、3年連続の出演ということでありがとうございます。はい、そしてね、意味がわからない楽屋に来ております。今回の僕の楽屋なんですが、キャンピングカーです。なんで正直ね、人生初のキャンピングカーでめちゃめちゃテンション上がってます。ちょっとこれいろいろ紹介したいもんな。自分の出番までここのね、キャンピングカーで過ごしていきたいと思います。ちょっと見ましょうか。すごい、本当にすごいんです。まずね、はい、僕身長180センチなんですけども、ほら180センチがピンと立っても全然天井がね、余裕なんです。すごくない？めっちゃ中広いです。前の方にはね、運転席がありまして、でそのね、運転席の上にこちら、簡易ベッドですね。ここで寝れちゃうんだ。すごっ。どういうこと？僕が座っていたところはね、ソファーになっていて、で逆側もね、まずこっち、ほらエアコンがついてる。車のエアコンってなんかこういうカパッカパッてできるやつじゃないのって思ったら、ほらもう完全なね、霧ヶ峰みたいなエアコンがあります。でこっちにはね、テレビもついてあって、もうテレビもね、車についてるようなちっちゃいやつじゃなくて、普通のパナソニックのテレビがついております。でこれ上にはね、棚があったりと、でね、後ろ、でさらに奥にはね、二段ベッドがあります。すごっ。ふみくん疲れたらここで寝ていいからねって言われましたけども、イベント中にね、イベント当日に寝るほどね、あんまり余裕はないんだけども、でしかもちゃんとトイレも、おすごい。ただトイレはね、ちょっとなんかそのね、出したものの行方がわからないので、建物内のところでしようとは思うんですが、キャンピングカー、これは欲しくなるね。これ普通車オートマで運転できるんでしょうか。あといくらぐらいするんだろうね、キャンピングカーって。やっぱり1000万円とかするんでしょうかね。ということで本日はね、イベント頑張っていこうと思います。
はい、ありがとうございます。月さんのワンサンカーというところをお送りしました。次の、ザ・夏というところで演奏したいと思います。はい、取り急ぎ終わりました。いや楽しかった。やっぱねフェスだから人がねすごい数いるんだよね。本当に500人ぐらいはね多分いたと思うんだけど、いやめっちゃ楽しかった。やっぱ嬉しいね。
まあ、ひとまず今ね、少し涼んでからすぐね、サイン会に行こうと思います。楽しかった。はい、ライブ終わりました。終わった後ね、サイン会して、サイン会もすごい、もう200人ぐらいはね、並んでいたと思います。いや、皆様どうもありがとうございます。中にはね、初めましてっていう方もすごい多くて、まあ、フェスならではですね、初めましての方と会える場ということで、非常に楽しい時間でした。美しい音色で響かせてくださったピアニスト久美さん、本日いかがでしたでしょうか。はい、宮島久美と申します。一人なんですけども、ね、グループではないんですけども、まあ、またね、ステージで一番暗い服装ですけどね目は明るい子です。はい、確かに、まあ、僕もね、ピアノ活動いろいろ、まあ、北海道を中心に全国も、行ったりしてますので、まあ、よかったらね、そちらの方もよろしくお願いします。今日はね、非常に楽しい時間でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。3番を飲む。かわいいけどね。ここからですか。はい、から青い線からです。はい、青い線からです。正面からとか。いや、大丈夫です。3番、あ、無理だむずっ。最後ね。いや、3番狙いです。いやいや、そんないいっすよ。ちょっとね、気持ちたわ。3番いきます。プレッシャー食いじゃん。はい、欲しい。3番です。おー、7番。やりますか。はい、じゃあ帰ります。バイバイ、ありがとうございました。バイ。あー、ありがとうね。ありがとうね。あー、美味しいわ。すごいなんか有名人みたいな気分でしたね。うん、ずっとつけられて。はい、まあ、ということでね、輪投げでこれもゲットしたので、今日は帰りたいと思います。いや、豆フェスね、すごい。え、2種類あんの。おお、あ、すごい、3種類あるやん。まあ、ということで、豆フェス3年連続ね、出演することができました。まあ、またね、もし来年があったら嬉しいなって思いつつ、今日は帰ろうと思います。今から運転で札幌まで帰ります。楽しかった。ありがとうございました。